最近リラックマコユルリサイトめっちゃ可愛くないですか？はい、ゆうきです。今週もレイトン教授不思議な街やっていきます。ゆっくり見てってください。いや、マジで可愛いと思うんだけど、なんか夏日記ってやつですかね。皆さん見てます？めっちゃ可愛いですよ。なんかね、一つかな、なんか夏の思い出みたいな感じで夏日記っていう形でですね、ツイートしてるんですけど、めちゃくちゃ可愛いんでよかったら見てほしいです。そう、前回ですね、街でラモンさんを探してたんですよ。その時になんかおじさんがだから大きな袋にラモンさんを詰めてですね、いるところをたまたま目撃したんですよ。で、あっと思って追いかけるじゃないですか。で、逃げられて一回屋敷行こうって出し切ったら、ラモンさんが帰ってきたっていう謎の展開になって、今すごい熱いですということでね、屋敷も報告しようというところで今日はやっていきたいと思います。早速ですね、謎を解いていきますか。はい、図形1の組み合わせ、図形ん1の図形を2つに切り離すものを組み合わせて長方形にするには2のようにすれば良いと。はい、切り離す図形をどちらも裏返すことなく組み合わせて長方形にするにはどのように切り離せばいいか。だってやばい、質問の頭回転してないな。1の図形を2つに切り離したものを組み合わせて長方形にする理由は2のようにすればいい。この場合切り離す図形を裏返すことになる。ああ、そういうことね。裏返してよいしょってことね、はい、切り離した図形をどちらも裏返すことなく組み合わせて長方形にするにはどのように切り離せばいい。これむずくないっすか。あ、わかったんだけど、こうじゃない？これでどうかな。うい、ここからマジで褒めたの。いや、俺ね、この手の問題マジでね5分ぐらいかかるんだけど、やった、いいっすね。上々の滑り出しってやつですか。じゃあ誰かいないか。お、いいねいいね。こういうね、ちまちましたコインをしっかりと稼いでいきます。お、はい、じゃあマシューさんだっけ。はい、今回はどういう感じになっていくんだろうね。そう、あれは僕たちの見間違いだったんでしょうか。そうそう、ラモンさんね、なんか怖いね。なんかラモンさんの共通したなんかこの謎の犯人だったり、いや、でも犯人が連れ去られていくなんてないもんな。深まる謎ですよね、本当に。あ、これが今回解けてなかったですよっていう謎ですかね。はい、朝になりました。じゃあまたね、どっかの機会で解いていきますか。てか今解くか、どうしようかな。まあ気分でいきます。はいはい、わかりましたよ。お、チェルミー、ツンデレチェルミー警部から電話がかかってきた。珍しい。屋敷に行ってみましょう。まあ、屋敷に行ったら進むのは確定なんですけど、どうしようかな。またここで謎解かなかったら深まる謎に物語溜まるしな。まあ、いっか、溜まっても。また解けばいいもんな。いや、どうしようかな。とりあえずこの謎解いてから決めるか。はい。最低何回切らなければいけないか。数えてみる。1回でこう、まずこうなって、
こう切ったらトントントンでしょ、トントントン2回かな、最低何回って系の質問って1回とかでいけそうな気がするんですけど、とりあえず2回でいいか。ルーク、私の回答は根拠はありません。残念だ。よく見てみよう。何？ゼロ回答。そんな。ルーク、私の回答はこれだ。あ、違う。じゃあ1回。これは英語の趣旨の直れだ。これずるいよね。最低2回、0回、1回。で、次間違った3回でしょ。ルーク、私の回答はこれだ。使っていきます。謎は人間なんでね。謎なのさ。やっぱり、ね、なるほどね。はい。じゃあちょっと謎解きたいから、なんかレイトンに急いちまった。謎解きたいから、深まる謎いきますか。その前に、そんなね、今余裕があるんでね。おお、めっちゃ謎持ってんじゃん、みんな。めっちゃ言ってくんじゃん。やば。なんか謎に怒られてた。9個の部屋が図のように並んでいる。図のように並んでいます。A が入り口で B が出口である。入り口から出口まで9個の部屋すべて巡回するとして曲がる回数をなるべく少なくしたい。最低。最低で出た。6回曲がっている。いきます。A が入り口だもんね。グイーン。1、2、3、4、5、6。6回じゃない？これまず1回でしょ。1回、これ2回、3回、4回、5回、6回だもんね。うわー、1回、2回、3回、4回、5回、6回。これ6回曲がらん？これ6回曲がりません？ん？うん、こんなんとかありかな。ちょっとよくわからん。6回じゃないですか、これさすがに。1回。でもこういくしかないもんね。わからんな。5回とかにしとく。全ての謎は必ず解ける。残念。6回以下なの。ん？図にレイが書き込まれてるのが罠かもしれない。どういうこと？全部回るんでしょ。3回じゃないですか。ルーク、3回。私の回答はこれだ。3回か。残念だ。これさ、ちょっとごめんね、マジで。ちょっと、ズルするわ。すべての謎は必ず解ける。あれ、なかなか当たらんな。やはり違う。3回でいける？これ。マジ？ 3 がマジ間違ったから2回か。でも、1回行ってみよう。1回で。これでどうかな？あれ、違うか。0回なんてないもん。残念だ。2回行ってないよね、確か。2回をやってみる。次0でいく。すべての謎は必ず解ける。いい。どういく、どういく、どういく、どういく。謎は解けるから謎なのさ。これはずる。これはやばい。これはマジ警察じゃない。そんな。それはマジ警察じゃない。ということでね、まあ、結構市民が謎持ってるっぽいんで、この市民に今日は話しかけてみて、その謎解いていくって感じしますか？ね、一人一個持ってるもんね、なんか。これだけで結構、いきそうだもんね。はい。あるパズル作家がサークル仲間との海外旅行先から、近況報告の手紙をくれました。この中に彼の回った国々の名前が隠されているらしい。それはいくつあるか。カタカナだらけの手紙を書いたり、
案外楽な毎日だ。老眼だが心配いらんよ。あ、これいらんいらんとかでしょ。朝はゴルフ、夜はダンス、明日の今頃、これちょっと一回マジでひらがなした方がいいな。カナダ、まずカナダカナダだらけの手紙いやもうちょっと切りねえ。カナダ、手紙を、か、イタリア、案外イラク、な、毎日だ、毎日だ。生日だ。老眼だが、心配いらんよ。朝はゴルフ、夜、ダンス。なんかこれありそうだね。朝はゴルフ。朝はゴルフ。夜だ。明日の今頃は空手と宇宙で。え、これやべえ、これやべえって。明日の今頃は空手道場で、明日の今頃はロハから空手道場。いや全然わからん。オーストリアと汗を流し、トルコ、どうだろう。今後も海員同士、インド、キラメキシコで頑張りたいと思っている。今見つけたのが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、マコロ、なんか空手道場1個ありそうだよね。あ、見せかけだけなんかもしれんから一回10個で行ってみます。これでどうかな。一回10個で行くか。残念だ。空手道場の1個ありそうだよね。明日の今頃は空手、明日の空手道場。すべての謎は必ず解ける。ん？やはり違うか。10個より下なわけないから、とりあえずね。秘技、消去法作戦。来た。で、今、2個もある。英国紳士としてはね。何？カナダ、イタリア、イラク、ウガンダか。イラン。ウガンダ言ったっけ？あれ？オーストリア、トルコ、コン。ほら、カルテットじゃないんじゃん。やば。いね、えぐ。じゃあこのおじいちゃん、えぐすぎる。つながってるこのリンガル、ふささんつながっているようだが、
どれか1個を切って取り外すと残り5個のリングができた1本の鎖になるという。さて9はどれか。おう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 。ほい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 。鎖になるというか。まあ、F と A は違うよね、多分。B か E か D じゃないかな。B が仮に抜けて、ほわわわわ。違うな。D が抜けて、ほわわわわわ。E が抜けたら、じゃあ C が抜けたら、あれ？なんでこりゃ。B じゃない。ルーク、私の回答はこれだ。あれあれ。残念。やべ、横着だ。あーもう。ルーク、私の回答はこれだ。ダメだダメだ、沼にはまった。ちょっと待って。これでどうかな。許してくれ。やはり違うか。ダメだ。ルーク、私の回答はこれだ。おお。解けたよ。最悪のパターンはなんとか逃れました。なんでなん？これなんで B？ A、B、C、F、E。 あ、上に重なっとるだけかい。はい、ということで結構やったかな、これ謎。お、なんか落ちてるよ。やべ、ちょっと謎にめちゃくちゃ大丈夫って言ってる。なんでこんな落ちてんの。やばい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 。謎に結構時間取られてるんじゃないかな。子供たちがうーん、最長距離。私の回答はこれだ。まだあるか。これは英国紳士の名折れだ。なるべく通れってことで、ウィーン、こう来て、あ、こう行けば結構距離稼げるな。こう来ましての、はいはいはい、トントントン。どうすかこれ。でも結構これもったいない気もするな。ちょっと一回やってみる。まあ、数じゃ当たりますか。必ず解ける。違う。これ英国紳士の名折れだ。最初は横なのかな。縦なんかでまず結構変わってきそうだけど。ちょっと横で考えてみるか。こう行って、めちゃくちゃ行ってみて。これもあるのか。これどう。ルーク、私の回答はこれだ。でもこれのあと半分くらいを行かなきゃいけないから、結構ガチで。だとさ、やっぱりさ、確実に
どれかあれだったら横だと思うんだよな。トゥ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 、これでもうこことここが下ろすだもんね。だからもっと上手い感じにあると思うんだよな。違うね。ここまでは行くかな、多分。こう切って。こう切って、こう切って。こう切って。こう切って、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 こうは？これやったっけ？結構多いか。多いっすよね。いやー分からんすな。ここまでは確定だと思う。ぶっちゃけで、こう来て、あ、こうじゃない？来た。これでどうか。こうじゃない？イエイ、解けたよ。気持ちいいわこれは。なるほどね。ってことで屋敷に向かうわけですが、まあ次はあれかな、屋敷にあるとチェルミー警部にあるので、クローディアちゃんがいるんで、じゃあ今日はこのクローディアの謎を解いたら終わりにしますか。はい、じゃあ猫天秤いっちゃいましょう。赤白黒の猫のぬいぐるみがあり、色によって重さが違うので測り盗むのに1、2の状態で釣り合うことが分かった。ほい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 。さて、赤い3匹と黒4匹のグループを、おお、じゃあ一旦今白1を白を1にしてみて4で、黒を2にして、ちダメだダメだ、違う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 、これで釣り合うでしょ。じゃあ1が釣り合うから4じゃなくて4と5の最小公倍数、最小公倍数が20だっけな、20かな。じゃあこれが4で5だから20、じゃあ1個5個で、これが1個4だとして、544で13で、これで13釣り合うってことは、もう分かりません。13、3.3333ってこと？3.3333、まあ、3.333 だとして、9.999 で1,2,3,16、つまり 25.999、5,6,5,10,15,20,25、 全然こっちの方が重くなるんじゃないですか。下に傾くかでしょ、右。これでも自信あるね。これでどうですか？え？悔しいです、先生。え？一人？先生、これでどうですか？なんで？解けましたよ、先生。あ、そういうことですか？そういうことですか？なんか無駄にめっちゃ言われますけどみたいな、めっちゃ恥ずか、なんかやったけど全然やったんやけど恥ずかしい。まあいいや。ですね今日何も進んでね、とりあえず謎解いてました。で次回、屋敷でチェルミーの警部に会いたいと思います。なんかあれだね、感想としては数学っぽい感じのやつもちょっと考えればできるようになったけど、苦手意識っていうのは自分のパフォーマンスを下げるんだなって思いました。なんで、どんな謎にもひたむきにできるんだなっていうところを、ぶつかって解いていきたいと思います。来週の謎は、そうだね、まあ、前回のね、深まる謎だっけ、解けてなかった謎を7個か8個ぐらいあったんで、それを解いていきたいと思います。今週はここら辺までにしときますか。はい、ご視聴くださってありがとうございました。来週もね、
あの謎多めになると思うんですけども、頑張って解いていきたいと思いますので、お楽しみにしてください。では、ありがとうございました。バイバイ。